はい、皆さんこんにちは、フラワーディスト慎です。今日はね、あんまり時間をかけないでアレンジメントを作っていきます。ただあんまり時間をかけないと言っても、こんなポピュラーなものはフラワーディスト慎は作りません。今日はこのアラン、これなんか食べれるらしいけどね、アランの実を使ってアレンジをしていきます。他の花材はこのアランセラとかブロンズリーブスとかアンスリウムとかね、これトルコフィアみんなよく知ってるよね。こんな感じの花材を使ってバシッと簡単にプッと作っていきます。俺は何だってフラワーディスト慎だからね。行きましょうか。見逃すなよバリッといっちゃうからね。では今日はこの器を使っていきます。では行ってみよう。最後か、行くぜ。カモン。ねえダーリン、ねえダーリン、またテレビつけたままで、すやすや、どんな夢見てるの。行ってみよう。はい、では行ってみましょう。まずこのね、アランの実からいきます。こいつすごい重いから先に一番最初に先します。ある程度短くします。もうほんと危ねえんだこれ。こういう状態ですね。そしたら次にこのブロンズリーブスをね、刺していきます。はい、こういう状態ですね。もうブロンズリーブスなんかもこのフォームにこの葉のね、なんつうんだろうな、もう根元がつくぐらい低く刺します。はい、次にこのね、トルコヒキョウいきましょうか。トルカもマッスにして入れていきます。続いてこのアンスリウムを入れていきます。これでだいたいフォルムがね、整いましたね。そしたらここにアランセラで色付けをしていきましょう。ムースをうんと加工したものを最後にちょっと入れますかね。先を出さない方がかっこいいかもしれないですね。こういう状態で入れていきますか。はい、これで完成です。じゃあ前から見てみましょう。はい、こちらのアレンジメントはいかがだったでしょうか。これね、最後にやった葉っぱをカットするような感じのものでなかなか皆さんね、やらないというか手出さない、出してないですね。もうああやってカットすることによってより面白いものが使えます。今回このモスナなんかそうですよね。本当にこれ丸のまんま使ったらちょっと大雑把すぎて使えなかったんですけど、カットすることによってこうやって入れ込むことができます。思い切ってやってみてください。ただ葉脈のところのカットの仕方なんかはよく覚えないと枯れちゃうこともありますので、その辺はね、こうやっぱ経験していくしかないと思います。それからNフラワーデザインスクールぜひ購入してください。お知らせです。今日はカットの方法をよく覚えてくださいね。ではまた次回お会いしましょう。 See you next time!